今の古見さんの気持ちを。見られているのは途中から気づいていました。楽しそうにお話ししているのも。では。はよう逃げなんし。おしゃ。あんたらはうちが相手や。いくつか首置いていってもらいます。深く暗い艶やかな髪、あれ一つない透明感ある肌。古見さん、そんな彼女にも。寝坊して朝ごはんを食べられなかった日はあるのだ。